それではネスターさん、よろしくお願いします。ですから、はじめまして、ネスターです。スペインから来ました、カナリ諸島です。よろしくお願いします。ここからは申し訳ありません。英語になります。日本語きちんと喋れていましたでしょうか。まずは今回ワードプレスの皆様にはこちらにお招きいただきましてありがとうございます。セキュリティ、ハッキングなどについてお話をしたいと思います。もう日本に来て数ヶ月、日本大好きです。また絶対に戻ってきます。ではハッキングについて、テクニカルな話にはなりますが、あまり難しい話にはしたくないと思っています。まずこんにちは。私についてコンピューターサイエンティスト、サイエンスのエンジニアをしています。ただ重要なところとしては、私非常に好奇心が強いというところです。2015年スクリで働きまして、インシデントリスポンスをしていました。これはですね、いろんな問題が起こったときに再起動したり、もともとのステータスを回復したりする仕事をしていました。2019年、ゴーダディというスペインのブランドに入社しました。ここで前職者が辞めましたので、その後任として入りました。それからよく聞かれる質問としては、カナリア諸島どこですかと。ここなんです。アトランティックオーシャン、大西洋の真ん中で、ここで生まれました。沖縄に似ているという人もいます。なので沖縄に行ってみたいと思っています。ぜひ試してみたいと思っています。スクリですけれども、今企業、この企業に働いています。スクリというのはアコンダです。でもセキュリティに似ているので、非常にこの名前はいいと思っています。ウェブのセキュリティなんですね。プレゼンの後の方で、サイバーセキュリティ、そしてウェブサイトのセキュリティについて分けてお話をしていきたいと思います。全くリモートな企業でして、25カ国に拠点があります。2017年ですが、ゴーダディが買収をしまして、ゴーダディグループに入っています。スクリとゴーダディのセキュリティチームを私は担当しています。このスキャナー、ぜひチェックしていただきたいと思います。サイトチェックですね。非常によく有名なスキャナーだと思います。ウェブページに、目に見えるスレッドがないかどうかということを確認します。それからパフォーマンス、皆さんのウェブサイトのパフォーマンスがどうなっているのかということを見ることができます。ここを見ていただけましたら、皆さんのサイトのパフォーマンスを見ていただくことができます。これですが、私のマインドマップでして、このプレゼンのことを考えたときに、このコンセプトをやりたいと思いました。まずコンセプトの設定をし、ここはあまり退屈な話はしたくないと思っています。それからいかに私たちがこのハッカーから守ることができるのか、そして最後はカウンターメジャー、対策、このようなリスクをなるべく減らすためにどのようにしたらいいかということを話していきたいと思います。
まずコンセプトから始めたいと思います。常にプレゼンで言うことがあります。非常にまあセンシティブなデータを取り扱いますので、そういったものは必ず暗号化するということで、プライバシーを守ろうと思っています。そしてまあ誰か皆さんのご存知のものがあったとしても、それはたまたまです。そしてまあ私が言ったことに対して責任を持ちますが、皆さんが解釈したことについては責任は持ちません。何か不明なことがありましたら聞いていただきたいと思います。プレゼンでよく使うんですけれども、サイバーセキュリティでこのように私たちはよく感じていると思います。ジョン・チェンバーですが、シスコの CEO ですね。シスコ非常に大企業です。ネットワークのビジネスの中でまたインフラという意味では非常に大企業になります。企業には2種類あると。一つはハッキングされた企業、そしてもう一つはハッキングされたことを知らない企業。ハッキングと言いますとどういう意味でしょうか。ウェブサイトがハッカーによってアタックされる。でもハッカーは実際何なんでしょうか。ハッキングという言葉、間違って使わないようにしてほしいんですね。好奇心のある人たちで、ちょっとまあ制限を超えて何か他のものを見たいと。例えば少し眠いとでコーヒー飲みます。そうするとハッキングなんですね。ハッカーというのはいろんなものを使っていくということで、例えばサイバーセキュリティの話をするときはコンピューターハッカー。このプレゼンの中でこのサイバーテロ人のペットですね、ハイというふうに今言っています。彼がこのプレゼントでプレゼンテーションでバッドガイの役割をします。ハッカーの役割をします。コンピューターハッカー、サイバーテロ人というのは通常はそのオーダーに対して何かその今従っていくということで、ハッカーなんですけれども、非常に今好奇心が強いと。ということで私自身もハッカーで、ハッカーがどのようにこの世界で行動するのか。ブラックハットのハッカーっていうのはサイバーテロリストであったり、まあ泥棒、グレーハット、そしてホワイトハッカー、ホワイトハット、これはセキュリティアナリストであったり、まあ倫理的なハッカーで、ところが真ん中にグレーなところがあるわけですね。これは意図としては悪くないんですけども、イリーガルな違法なことをやっていくということで、グレーハットです。スノーデン氏、覚えていらっしゃいますでしょうか。彼は紙をリリースしたわけですね。それは非常に良い意図であったわけです、世界に対して。でもイリーガルであったと、法的には良くなかったということです。ハッカーがすることはマルウェアをします、もしくはインジェクトしてきます。何かダメージを起こすために恣意的にデザインされたものであります。例えばコンピューターやクライアントやコンピューターネットワークに対して、でいろんな名前があるんです。バックドア、トロイの木馬、これはあまり今日は深掘りはいたしません。先ほど申しましたように、サイバーセキュリティというのは大変大きなフィールドになっています。ウェブセキュリティはそのうちの一つに過ぎないわけです。実際の世界ではここにいる人たち、リアルなもの、
リアルな人としての存在、そしてデジタルな存在、これはいろんなニックネームやアカウントを使っているわけです。セキュリティ、リアルワールドのセキュリティは気にするんですから、やはりデジタルワールドのセキュリティも考えなければいけません。サイバーセキュリティというのはこのインターネットの中のセキュリティです。ポート80、ポート443で起こるところをカバーしていくということになります。それから少し驚くかもしれませんが、6つの興味深い事実があります。1つはハッキングというのはクライアントオリエントのものはほとんど少ないということで、例えば例えば、店舗のサイト、何かソーシャルなもの、でそしてそこで脆弱性を見つけて、脆弱性があれば何をしているかは関わらない、もう単にそういうサイトを奪ってしまう。通常皆さんが、もしくは皆さんの企業がホスティングをしている企業、アドミニがそれいったものをしているからということで、メンテナンスをしていないから起こってくるということです。これが通常のよくある理由になります。それからあと興味深いのは SSL の認証というものを分かっていない人が多い。 SSL 認証というのはアンティハッキングのシールドではありません。 SSL を持っているかといってハッキングはされないということではないわけです。この認証は単にこのデバイスからサーバーへのコミュニケーションに関わっているだけで、ここがあったとしてもセキュリティの担保ができているというわけではないわけです。それからセキュリティの中で私たちはハッカーの後ろにいます。セキュリティアップデートを必ずやるわけですが、これはもうハッキングが起こった後であるということで、ということはアップデートがあった、バッチがあったというと、世界のハッカーが皆さん の, そのサイトの情報を取ろうとしているというわけなんです。なのでアップデートがされる。それから次はラテン語の引用なんですけれども、人間は失敗する、人間は間違う、エラレヒューマヌムエストとラテン語では言います。人間は間違いをするわけです。皆さんがやること、私たちがやること、人間として、これはやはり失敗があります。それに基づいてセキュリティは決して 100% ではありません。いろんなプラグインをやる、ファイアウォールをやる、SSL をやる、いろんなセキュリティを皆さんのサイトでかけたとしても、必ず 100% 保証すること、いうことはできないわけです。90% かそうかもしれませんが、必ず穴はある、ホールはあると。そしてこちらが、グラフですけれども、sukuri.net が出てくるから出てくるこの表なんですけれども、非常に興味深いレポートになっています。ワードプレスが一番ターゲットを受けとなっています。プラットフォームの中で最もターゲットになっています。これはワードプレスがインセキュアだということではありません。ターゲット一番されているということで、 34% の世界のウェブサイトがワードプレスで作られているからです。3台に1台ということになります。3つに1つということになります。このハッカーですが、特にこういったワードプレスにフォーカスをしているということになります。ではアート・オブ・ワーに行ってみたいと思います。このサッカーのスキンに対して
まあ、私たちはハッカーの気持ちになって考えていかなければいけない。そしてなぜ彼らは何を欲しているのか、プラットフォームからウェブサイトから何を欲しているのかということを見ていきたいと思います。エネミー時の心に入っていきたいと思います。まずブラックハットのハッカーが皆さんのウェブサイトから何が欲しいのか、通常はユーザーの情報。皆さんはやっぱりカスタマーであったりユーザーサブスクライバーがいらっしゃると思います。そういったデータ、E メールアドレス、名前、ニックネーム、このようなものを、このような情報がハッカーの価値を、ハッカーが非常に価値を置いているところなんです。それからデータベースの情報ですね。皆さんがウェブサイトに置いているデータベース情報、それからウェブサイトの内容、例えばえ写真を売っているとか、そのようなもの、それは普通ネットワークに入っていると思います。メディアとかマネージャー、ハッカーはそういったものを狙っています。それからインフラですね。通常人はここはよく理解しないんです。少しテクニカルなので。ただウェブサイトを使っている人たちは、例えばそのウェブサイトをプラットフォームとして、クリプトカレンシーのマイニングをしたりしているわけです。もしくはウェブサイトをサーバーを使ってそこからアタックをしていくということもあります。インフラも非常に重要なターゲットになります。それからウェブサイトのボットネットですね。もしくは皆さんのレプテーション、評判を狙っているのかもしれない。一生懸命仕事をして皆さんは評判を上げようとしている。ソーシャルネットワーク、もしくはサーチエンジンの中でファーストポジションになろうと頑張るわけなんですけれども、ハックをされると自分の評判、自分がそういった結果一番になったとしても全く消えてしまうわけです。その評判をレピュテーションを管理するということは今日大変重要になっています。これも引用なんですけれども、敵を知れば戦いに勝つことができると。まず私たちの弱みを知っていきたいと思います。まずは一番重要です。皆さんはユーザーです。必ず一番最弱なポイントになります。例えばパスワードも簡単なパスワードにするべきではありません。フレミアムプラグイン、例えばお金をトロイの木馬を越えて、こういったところでハッキングをするということができる最弱のポイントになります。そして、脆弱性の攻撃ですね。このような EC のパスワードを使い回さない、非常に強いパスワードを使っていくべきです。もしくはセカンドファクターデディケーションのメソッドを使っていく。それからレフトオーバーがあります。例えばウェブサイトのバージョンをアップすると、ウェブサイトのオーナーに対してオーナーがチェックしてどうなっているかチェックする。簡単にログインできるようなログインを作ってしまいますね。 1,2,3 とか。それをしてしまうと非常に注意をしないといけないんです。このようなものをしっかりコントロールしなければいけません。レフトオーバーというのは主なファクターとかになるわけです。例えばこういったダッシュニューのウェブサイトに行けばハッキングすることができます。そしてパスワードをエクスプロイトすることができる、使うことができる。こういったものを作ってしまいますと、使っていないときは削除してしまいましょう。
それから大きな理由として、脆弱性のあるソフト、皆さんあまり技術のことは分からないかもしれません。自分のウェブサイトが単なるレイヤーだと思っているかもしれない。非常に安いホスティングを使って、 PHP バージョンとか非常に古いですね。Apache バージョンも古いと。 Apache バージョンも古いと。ウェブサイトをこの古い状況環境に置いていくということは非常に危険です。そしてプラグインとかそういったものがあってアップデートしていなければ皆さんのサイトがリスクに侵されてしまいます。それからディセーブルしていたとしても、もう例えばプラグインを使っていないのであれば削除してしまいましょう。このシーマも作っていないのであれば削除する。単にディセーブルするのではなく、そこに置きっぱなしにするのではなく取り除いてしまいましょう。やるんであればアップデートをしていくということにしてください。それから最後のもの、パブリック Wi-Fi は使わない。これはマン・イン・ザ・ミラーのハッカーですね。これはブラックハットのハッカーに対して脆弱になってしまいます。 Wi-Fi、 パブリック Wi-Fi でいろんなもの、いろんな人のネットワークでの行動を監視しています。いろんな情報が1時間の中で非常にたくさん、例えば大学とかスターバックスとかそういったところで非常に多くの情報を集めてしまうことができます。ではハッキングのプロセスを見ていきたいと思います。これ非常に短いスライドなんですが、少し説明させてください。まずウェブサイトで、そしてセキュリティをこの、お城の周りの壁だと思ってください。ハッカーがハックをしてくるんですけども、穴があるときにやはり攻撃をしてくることができる。この穴を脆弱性と呼んでいるわけです。穴を見つけるとエクスプロイトしてきます。そしてサイトにアクセスしてくると、その後でインジェクションですね、ファイナルコードとかコメントとか、ディレクトリー、それからバックドア、これはウェブサイトに後でもう一度アクセスすることにようにする。でバックドアを使うことで後で好きなものをインジェクトすることができるわけです。ボートノードとかファイナルコード、後でこういったものを入れることができる。ハッカーが必要なのは皆さんの世界です。すいません、皆さんの、この、穴なんですね。この穴があればいろんなネットワークにつながっている。でハッカー同士でコミュニケーションする中で、どこか誰かが穴を見つけるとそこをエクスプロイトするということで、例えばワードプレス 5.3 だと思いますが、バージョンは 5.2 とか 5.3 も3があったと思うんですけれども、これを使ってハックをしてくるということですね。ハッカーというのはこういうインターネットを見て、アップデートされていないところを見てくる。そしてこの穴を使ってエクスプロイトしてくるということです。バルナビリティ、脆弱性というのはこのコンピューターシステムの中で権限のないアクセスアクションを認めてしまう。そしてエクスプロイト、バックドアというのはマルウェアですね。これはリモートでコードを実行させることができる。バックドアが入ってしまうと、これはもう立ち打ちいかないということになります。非常に興味のあるウェブサイトです。もしご興味があれば、 WP スキャンバルナビリティデータベースオートマティックがスポンサーをしています。
脆弱性として分かっているもの、これを時々チェックしていただいて、皆さんのプラグインとかバージョン、プラグインのバージョン、ここに脆弱性があるかどうかということを確認していただければと思います。特に皆さんがこのバージョンにを使っていないか、WPSSo, let me just show some examples. 少し例を見ていきたいと思います。皆さんに私の方で選択をしてきました。いろいろありますので、やはり、まあ、2つぐらい、すみません、3つぐらい選択をしてきました。1つは改ざんですね。最も目で見て分かるハッキングになります。例えば私のウェブサイトこれです。で、明日朝起きるとこういったふうになっていました。ということは改ざんをされてしまったということになります。これリアルのエグザンプルなんです、例なんですけれども、これは写真家のギャラリーですね。ウェブサイトから抽出してきたものになります。こういうふうになってたんですが、ある日このようになっていました。カスタマーのトレースを見ることができるでしょうか。もう私たちの評判もどん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 下がってしまいます。ハッカーがウェブサイトに入った、そして写真を撮ってこのメッセージをその上に重ねて index.html。 世界はの、ウェブサイトは HTML なんですね、 PHTP ではなく。したがってこれはドメインに一番最初にロードをしていくページになります。この HTML を取り除けばこれでフィックスすることができます。もしかしてワードプレスのコアフォルダーのリスタイルをするということで何とかすることができます、ほとんどの場合。それからもう一つの例ですけれども、ペットフードのお店、ある日こういったことになっていました。ここで見えるのはポリティカルなメッセージ、政治的なメッセージが入っています。フリーシリアピープルということで、まあ、戦争の宣言をしています。それからボーナスとしていくつかお見せしたいと思います。これ何て書いてあるのか全くわからないんですけれども、おそらくセキュリティチームに向けて、世界のトルコの人か何かだと思います。ここまでのまとめとして、改ざんですけれども、ウェブサイトフロントエンドを置き換えてしまう、そして非常に分かりやすい、簡単に検知をできます。皆さん自分のサイトを見ていますから、すぐに分かります。コミュニケーションのチャンネルを多くしていくと、特に重要なのがハッカーをハッキングをされたら、この時間が重要になります。早く気づけば気づくほど、そしてフィックスすればするほど、やはり評判が下がるということもだんだん防げるわけになるわけです。そして、こういった社会的政治的な振る舞い、宣言をすると、クレームをつけると、主張をするということになります。それからブラックハット SCO ですね、スパム、これ先ほど話しました。例えばデザインの INC というサイトですけれども、 INC のところがカバーされていますけれども、バナーがここであるべきないところにあります。でハッカーがやったのは、ここのバナーをウェブサイトに置いて、すべての人がここのバナーを使うように、そのバイアグラを今買うというところに進んでいくようにしています。これはクリーニング企業のホームページなんですけれども、非常にたくさんのスパムが入ってきました。この場合はヒアステックスということで、アプリケーションを売ったり、
そういったものであります。しかしながらこれは明らかにスパムです。で、Google ですとか、あるいは他のブラックリストベンダーの例を Google サーチで持って、このような形で上げられてしまいますので、名声が傷つく結果になります。左側で示しておりますのが、Google でのサイト、サーチのチープナイキシューズですとか、他のような例が挙げられています。右側にはスパムのインジェクションを示すものです。ディレクトリーのツリーの中にこれ入っています。で、ハイライトされているものがスパムということになります。この中に非常に多くの HTML が含まれています。ウェブページ。ベースでスパムタームがたくさん入っているのです。で、CEO ですとか名声ですとか、あるいは競合などのがハッカーを雇用して、そして皆さんの名声を下げるためにこういった攻撃を仕掛けてくる可能性もあるのです。そして多くの商品が売れないように仕掛けてくるということです。スパムの中にはサイト内のスパムやそのマスなコンテンツなどを仕掛けていくということです。それからまた DOS アタックですけれども、こちらサービスの拒否攻撃であります。非常に多くの繰り返し攻撃によってそれを達成します。チケットがあった場合、例えば500人の人々がそのチケットをその人に渡すと、その人というのはもう破産してしまいますね。そういったような波状攻撃をしていくわけです。こういった分散的サービスの拒否攻撃を行います。これは一つのポイントから一つのポイントの繰り返しだけではなくて、たくさんのポイントがあってサービス、ウェブサイトに同時に仕掛けてくるというものです。これがボットネットがあるからこういうことができるんですけれども、これはコンピューターネットワークがあり、そしてウェブサイトのネットワークがあります。これがハッキングされて、それを強調したアタックを、攻撃をウェブサイトに情報として攻撃を仕掛けてくるということです。これがその図を示したものであります。また後で見てみてください。このサイト NORSE というサイトですけれども、これはリアルタイムのマップで DDO の世界中での攻撃を示します。例えばこれは通常の状況です。非常に穏やかな状態です。しかしながら通常はもっともっと忙しいことになります。2016年、よく覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、すべてのサービス、 SNS のサービス、 Netflix ですとか WhatsApp とか WhatsApp ですとか、そういった SNS がダウンしました。これはこういった攻撃が仕掛けられていたからです。Dean という、この世界中で使われた結果、このような攻撃が仕掛けられたのです。で、非常に有名なアタックということになります。CCTV でも攻撃られました。このアタックといいますのは、DDoS のアタックがどのようなものかを写真、画像で示したものです。このような感じで攻撃が仕掛けられます。アイデアというのはよくはっきりしてますよね。すなわちインフラを影響を与えるということ。通常、例えばリソースの奇妙な使いというのを検知したり、あるいはスキャナーで検知することによって専門家がチェックをしていくこともありえます。そして、
推奨としては WAF が、ウェブアプリケーションファイアウォールが進められています。そしてまた皆さんのサーバーのリソースですとかユーザーのリソースですとかゾンビノードなどが対象となってしまうのです。では対応どうすればいいんでしょうか。どういった予防措置あるいは対応していけばいいんでしょうか。まず最初に皆さんという存在があります。皆さんのサイトという存在があります。そしてオーナーが通知をされるわけです。ユーザー、クライアントがいて、クレジットカードの情報漏洩など、あるいは他のその他の情報でも、ユーザーの情報をウェブサイトにあった場合、プラットフォームにあった場合、そういった情報が漏れた場合、きちんとそれを通知しなければいけません。で、次のレイヤーですけれども、この物語の2つ目のポイントというのがホスティングプロバイダーです。ホスティングプロバイダー、通常の場合、サポートを与えてくれます。皆さんがハックされた場合は、サービスをサポートしてくれます。例えばバックアップ、リストア、フォルダーの回復などですね。 70% のセキュリティの問題はおそらくここの部分で処理することができます。その次の段階でセキュリティエキスパートへの問い合わせということになります。まあ、外部、内部、クエリなど、スクリなどの会社に頼むということです。すなわちセキュリティというのは単なるホール穴ではなくて、そこにたくさんの層があるということです。一つの層の下には次の層があるということです。一つ目の層というのは先ほど言いましたように皆さんそのものです。皆さんが最も弱いレイヤーだからです。なのできちんとしたどこをクリックすればいいのか、何をクリックしていればいいのか、どんな情報がどこにあってどういうふうに使えばいいのかというのを再教育しなければいけません。いつ使うのかも再教育されなければいけないのです。次にデバイスがあります。ラップトップですとかモバイル電話、携帯電話などですね。これもハックの対象となります。その中できちんとしたアンチウイルス を取り込むことによって防御するということ、そしてあなた方の接続コネクション SSL、ですからウェブサイトの WAAF、ファイアウォール、また認証情報についても管理しなければいけません。例えばクライアントに対して与えるものにも管理しなければいけません。またセカンドファクターの認証ももし可能であれば使用するということです。サイトのセキュリティを高めていくことも重要です。きちんとモニターし、また更新をしていくということ、できるだけそのサイトをアップデートしていくということが重要です。サーバーセキュリティも重要、データベースも重要ということになります。メンテナンスをきちんとしておかなければいけない。こういったセキュリティのレイヤーというものがあるので、それぞれに対して管理をしていくことが重要になってきます。できるだけそれをやっていくということです。いくつか対抗策というのがあるわけですけれども、これには2通り、反応的なものと予防的なものがあります。すなわちリアクティブ、反応的なものというのは何か問題が起きたときにそれに対する対応を軽減していくということ、軽減措置を取っていくということです。プロアクティブというのは予防的措置のことです。リスクの軽減を指します。ではその反応的な対応ということですけれども、先ほど言いましたようにまずサイトのスキャニングをするということ、まずサイトチェックをする他にもありますけれども、ウェブサイトが実際ブラックリストに載っているかどうかというのを確認するのもバイストトータル .com を見れば分かります。またチェック、リムーブ&チェンジ CRC も重要です。例えばこれはワードプレスユーザーのテーブルです。ここにこのウェブサイトのユーザーが載っています。もちろん名前は隠れていますけれども、これで写真を見れば、メールもありますし、また誰がどこに何をポストしたのかが分かるようになっています。それからマネージ BP イミグレーション、これはフェイクではありません。
これはエミグレーションプロセスのレフトオーバーなのです。なのでこれをサイドからエミグレーションしてないんだったら外してしまう、除去してしまうということです。次ですが、このウェブサイト、6回アップデートをしています。ここには書かれておりませんけれど、6回のアップデートアベイラブルということでありますので、ここの部分、アドミンバーム、バー、アドミンのバーのところで番号が見えますし、ダッシュボードにも情報が載っていますので、どれぐらいアップデートができるのかというのをきちんとして確認して、アップデートの更新状況をチェックするということが重要になってきます。チェックして、除去して変更するということ、アドミンも確認してください。それからプラグインでやるということです。まあ、多くのウェブサイトでは、60のプラグインというのは、60プラグインは必要でない場合が多いわけです。その場合、例えば無効化するということが重要です。いつでも必要でなければもう使った後それを外して無効化するということが重要です。それからコアのディレクトリーファイルなどをオーバーライドしていくことということです。コアのディレクトリーファイルにインフェクション、感染があった場合、アップデートする、そしてその感染を取り除かなければいけません。そして最終的なものとしては、リストアとバックアップという方法があります。もちろんそういったいろいろな情報をバックアップすることによって、3日前にやった情報がですね、3日とも6日の情報が失ってしまうこともあるので、最終的な手段ということになります。何か悪いことが起きる前に、きちんとしたアドミンプラグインとかテーマとかを減らすということ、バックアップもしていくということです。そして WAF をインストールするということ、こういったことが予防措置としてできます。それから、そういうことがしなければリスクが高くなります。カエサルのものはカエサルにという意味がありますけれども、すなわち本来あるべきところにきちんと返さなければいけないというコンセプトに基づいております。例えば、ユーザーのカウントも制限していくということ、アドミンアカウントに関してもきちんと管理していくということが重要です。そして、パスワードに関しましては、定期的に変更していくということ、そして、2ファクター認証を必要に応じて使うことが重要です。 FTP アカウント、 C パネル、あるいはホスティングプロバイデーアカウントなどに関しましては、定期的にパスワードを変えるということです。次にバックアップですけれども、バックアップ戦略を持たなければいけません。しかしながら、プロダクションサーバー、本番サーバーに関しまして、バックアップをストアしないようにしてください。他の外のサーバーにそれをしなければいけないということです。クリーンファンクショナルバックアップというのは、悪くないことが起きた時のベストフレンドとなるでしょう。例えば、まあ、バックアップあるからいいよと、大丈夫だよということを受け取ってもですね、実は実際見てみるとそれがうまくいってなかったというケースもかなりあります。バックアップだけを取るというのが重要ではなくて、きちんと機能性を持たせなければいけません。常にアップデートを取るということ、これが重要です。もちろん皆さんのウェブサイトをハッキングから守るバジェットは必要です。情報をリカバーするユーザーの前でちゃんときちんとできるようにするということ、それにはもちろんたくさんコストがかかりますけれども、ウェブサイトの回復、例えばアクシデントながあってシャットダウンしたり、あるいはウェブサイトのアップデートを常にしていかなければいけません。でどれぐらいじゃあセキュリティのアップデートをしているのかと、自動更新の有効性というのを確認したわけですけれど、その結果がこのグラフになります。でクライアントが必要な時やるですとか、あるいはできるだけ早くやっているとか、そういう回答が多いんですね。ブラックハットのキャットが右側に
にありまして、非常に嬉しそうな顔をしているのが分かると思います。こういった現状を見ると彼らは嬉しがっています。すなわちセキュリティにもっと投資をしましょうということになります。最初のレイヤー、皆さんの個人の守りというのが重要になってきます。皆さんのウェブサイトを守っていくということが重要です。そして例えば共有ホスティングというのもありますけれども、非常にノイジー、非常に隣近所が騒がしいわけですから、コテージ、もう自分のですね専用のホスティングサーバーを持つということも重要だということです。もちろんそれだけ効果にはなってまいります。でバジェットにつきまして、どれぐらいウェブセキュリティに使っているのかというアンケートを取った結果ですけれども、だいたい 50% ぐらいの人々がほとんど払ってないと言ってるんです。これもブラックハッカーをハッピーにするような、そういった現状であります。最後 WAF ですけれども、これも非常に重要です。全部すべては読みませんけれども、 WAF というのはすべてのまあコネクションが通るすべての起点、まあ、トンネルのようなものなんですね。すべてのバッドコネクションがあった場合、いいところを通るようにするというネットワーク上の仕組みです。これ私のよく使うフレーズです。すべての人がハッカーが必要だというような、まあメッセージが背中に書いてあります。以上で私の説明を終わりたいと思います。ありがとうございます。